皆さん、湯川秀樹さんについてどのくらい知っているでしょうか。日本人で初めてノーベル賞を受賞したことは有名ですが、一体どんな人だったのでしょうか。湯川秀樹さんは、陽子と中性子の間には中間子という粒子が存在するとする中間子論を唱えたことで、1949年にノーベル物理学賞を受賞しました。今回はそんな湯川秀樹さんがノーベル賞を受賞するまでを学生時代に遡ってご紹介したいと思います。湯川秀樹さんは京都帝国大学で物理学を学びました。卒業後は講師をしながら、当時誕生したばかりの素粒子物理学の発展に大きく貢献する研究に取り組むのでした。この頃は原子核は謎だらけで、陽子に似ていて電気を持たない中性子が発見された時期でした。湯川さんは主に海外の論文をもとに研究を進めていました。ここからは湯川さんが研究を行っていた時のノートから研究に対する思いを紐解いていきましょう。湯川さんのノートにはこのような言葉が書かれています。自己の全力を自己に最も必要なる事柄に集中せよ。新しき時代の代表者となれ。このような言葉を書き残しているのは、自分を鼓舞して研究に勤しむために記したのでしょう。当時から目標高く、熱意を持って研究に取り組んでいた様子が伺えます。また、このようなメモも残っています。明日から夕食後も学校にいること。9月中、定休絶対にやらぬ。学校に残って遅くまで勉強するんだ。テニスを我慢して研究を進めるんだ。このような自分の欲に負けないために書かれた手記を見ると、なんだか湯川さんに親近感が湧いてきます。湯川さんが後世に語り継がれる偉業を成し遂げた裏側では、こうして自身を鼓舞しながら絶えず研究に邁進していたのですね。このような手記を残しながら研究を進め、湯川さんは1934年、中間子論を学会で発表し、その内容をまとめ、1935年には素粒子の相互作用についてという論文を発表しました。これらの内容を簡単に説明すると、原子核はプラスの電荷を持つ陽子と電荷を持たない中性子で構成されているとして、陽子は電気的に反発する作用があるはずなのに、原子核はばらけることなく凝集してまとまっている。これは何か別の力が存在しているからに違いないと考えました。さらに、電気を持つ素粒子間の力は光の粒子を交換することで生じることが分かっていたので、陽子や中性子も何か粒子をやり取りすることで固く結びついているのだろうと予想しました。また当時発見されていた素粒子の中にはそのような粒子はないので、未知の素粒子があると考え、それを中間子と名付けました。この論文は発見されていない未知の粒子について大胆な発想ということで批判的な意見もありました。しかし、湯川さんは批判や無視にもめげず研究を続け、さらに他の研究者による宇宙船の実験研究が進む中で、湯川さんの理論が注目を集めることになります。そして論文発表から12年後の1947年に、ついにイギリス人物理学者たちの実験で、湯川さんが論文で述べていた中間子の存在が確認されました。これにより、湯川さんは複数の著名な学者らから推薦を受け、1949年にノーベル物理学賞を日本人で初めて受賞することとなりました。湯川さんは独創的で先を行く理論を導き出し、後から周りが追いついてきて認められたのですね。誰も考えなかった理論を導いたのは本当にすごいことですね。今後もノーベル賞を受賞した人物にスポットを当て、彼らの人生や研究時のエピソードなどを解説していきます。また次回の動画でお会いしましょう。